どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、先日2021年公開映画ワースト5プラスアルファをね、動画アップしましたけども、皆さん見ていただけましたかね。今年2021年120本ぐらいの映画を見たんですけども、それらのうちのね、ワーストを発表しました。で、今回はですね、いよいよもってベストですね。ワーストは5本ですけど、ベストは10です。10本ご紹介した上にですね、惜しくも圏外だったという作品を、まあ、3本、4本ご紹介したいなと思っております。ということで、早速始めていきましょうかね。まずは第10位。東京リベンジャーズ。こちらは累計発行部数2500万部を叩き出した講談社漫画賞を受賞したコミック、東京卍リベンジャーズの実写映画化です。僕ね、この漫画知らなかったんですけど、いわゆるヤンキーものですね。まあ有名なとこだとね、クローズとかビーバップハイスクールなんかがあるんですけど、この作品が既存のヤンキードラマとは一線画されているのは、あるね、変わった趣向が凝らされているんですけど、なんと主人公はタイムリープしちゃうんですよ。最近タイムリープしちゃう作品映画多いですよね。パームスプリングスとか、ハッピーデスデーみたいな感じでタイムリープしちゃう。まあヤンキーがね、タイムリープしちゃうっていうのはなかなか斬新ですよね。ヤンキー映画って僕結構好きで大体見ちゃうんですけど、なんでかっていうとね、ヤンキー映画ってあんまりハズレがないんですよ。結構全体的に面白い作品が多いんですよね。だから今回もね、この東京リベンジャーズどうかなと思ったら、やっぱり面白かったんですよ。で、まあギリギリですけど、今回ベスト10に入りました。で、この作品はね、山田裕貴さんっていうんですかね、山田裕貴さん演じるこのキャラクターがとても魅力的で、主演の北村匠海さんと、準主演のね、もう一人の主演、吉沢亮さんを完全に食ってましたね。で、他にもいろいろ若手の俳優さんが出てくるんですけど、あくまでも人気ではなくてね、あくまでも実力派の役者さんたちで固めているところもね、好感が持てる。で、全体的にね、ストーリーも面白くて、見応えのあるドラマになってました。もちろん不満点も結構あって、まあ、特にね、タイムリープは突っ込みどころ満載で、まあ、いちいちそんなことね、言ってたらキリがないんで、納得して、見るしかないんですけども。そもそもこの物語ね、無理やりタイムリープにこじつけなくてもよかったんじゃないかなと思うんですよね。はい。評価額は1300円だったんですけど、まあ1300円と1400円の間ぐらいですかね。はい。今回はね、ギリギリこの作品がベスト10入りとなりました。この映画結構興収的にも成功したっていうかね、なかなかの興行収入を稼いだので、おそらく続編は作られると思いますということで、はい、続編もとても楽しみですね。漫画もね、読んでみたくなりましたよということで、はい、次ですね、第9位となります。マリグナンと凶暴な悪夢。今年劇場鑑賞したホラー映画の中では、これがね、一番面白かったかなということで、第9位となっております。序盤から中盤までは、そんなにこれ面白くなるかなって、ちょっと怪しい雰囲気で、もしかしてダサくかもっていうかね、まあよくよくありがちな映画館なって思ってたんですよ。もうこけ落としの連続で、いやあんま面白くねえなみたいな感じずっと思ってたんですけども、いや終盤ですよ、終盤。いや終盤の展開、いやそう来るかと驚きましたね。いや、なるほど。そういうことかと。今までね、散々違和感を覚えてきた、あのシーン、このシーン、あのシーン、このシーンはね、そういうことだったのかと。で、終盤から一気に物語がとんでもないことになるんですよ。このとんでもない出来事がもうめちゃくちゃ面白くて、いや、腹を抱えて笑いながら見てましたね。なんでこの映画がね、
あんなことになるんだって、いや俺はねジョン・ウィックを見に来たわけじゃないぞみたいな、はい、ネタバレになるんでねこれ以上ちょっと言えないんですけど、なんでジョン・ウィックになるのか気になる人はですね、ぜひこの映画見てみてください。もう新しい斬新新感覚、いやそれでいてねめちゃくちゃ面白いんですよ。なおかつもちろんホラー的サスペンススリラー的要素もあって、あのダリオ・アルジェント監督の一連のジャーロものですね、サスペリアパート2とかシャドウとか、スリープレスとか、ああいう映画が好きな人にはねこの映画たまらないものになってると思います。一応ねジャーロのなんか風味もあるんですよね、ジャーロ風味なんですよ。なのにどういうわけかジョン・ウィックみたいなね、いやもう言ってることよくわかんないかもしれないけど、いやほんとすごいんですよこの映画、めちゃくちゃ面白かったですね。というわけでねこの映画僕にはねツボ中のツボでしたね。ただツボこのねツボにはまらない人はあんま面白くないかもしれない、なんじゃこりゃで終わっちゃうかもしれない。だから賛否は大きく分かれるとは思うんですけど、フィルマークスの評価は結構高いんですよ。なのでサスペンスとかホラー映画ファンの多くの人たちはかなり満足されているんじゃないでしょうか。ハマる人にはめっちゃハマると思いますよ。もしかしたら今年見た映画でナンバーワンこれを選ぶ人も少なくないんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでね今9位と10位を発表したわけなんですけど、これから8位以上のね8位から1位まで発表していくわけなんですが、その前に惜しくも県外だった作品をですね、4本ほど紹介したいと思います。まず1本目、あの子は貴族。はい、こちらはね第7回 R18 文学賞の読者賞を受賞してデビューした山内真理子さんの同名小説の映画化となります。山内さんね他にも安住春子は行方不明、あとここは退屈迎えに来てがね映画化されていますよね。観光点数に対して映画化の多い作家さんです。羨ましいな。この映画ね、ストーリーは大したことが起こるわけじゃないんですよ。衝撃的な事件が起こらなくて、まあどちらかといえば淡々と進んでいくわけですよね。花子というお嬢様、門脇麦さんが演じている。そして、ミキという庶民的な女性ですよね。こちらを水原希子さんが演じていて、この二人はね、高良健吾さん演じる、まあ、エリート男性を通じて、まあ、知り合うわけで、まあ、そこに二人の間に大きな社会的経済的格差が生じていて、それぞれなんか違ったね二人の人生をこう対比していくみたいな物語なんですけど、これがなかなかね面白いんですよね。地方って比較的均質化されているので、あんまり大きな極端な格差っていうのをね感じることはないと思うんですけど、東京に住んでいるとこれがもう全然違ってて、やっぱ東京っていうのは格差社会なんですよ。地方はどちらかというと大きくもう均質化されてるんですよね。まあ金持ちもいるけどちょびっとしかいないし、貧乏人もいるけどちょびっとしかいない、多くはねこの中間層なんですよね。まあ本当の庶民が占めてるわけなんですよ。でも東京はねとんでもない金持ちもいるし、とんでもない貧しい人たちもいるんですよね。まあそれがねひしめくように生きていて、でまたなおかつこうエリアごとに分散されていくんですよ。金持ちのエリア、貧乏なエリア、地方はあんまないですもんね。地方はまあどこも似たり寄ったりじゃないですか。東京はやっぱり経済力とかによって、身分とか経済力によって住む場所とか町とかもね全然変わってくる。でそれだけまあそのエリアによって生活レベルの差っていうのがね生まれてくるんですよ。その中でやっぱりかといって大学とかでは一緒にその人たちが出会ったりするわけなので、その時やっぱりね東京生活あるあるみたいなのが起こるわけなんだけど、その多くは、経済格差から身分格差、経済格差から生じるものが多いんですよね。これがね非常にうまく描かれていてとても楽しかったです。
今日ご紹介する映画は1本除いて全て僕のチャンネルでレビューしていますので、もしね気になる映画があったらレビューの方もチェックしてみてください。概要欄にね、リンクを貼り付けておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄にまたね、今までの映画レビューもう結構1000本近くあると思うんですけど、それのね、目次リンクを貼り付けてあります。IOU 字になっていますので見つけやすいと思いますから、なんか気になる映画とか僕のレビュー聞いてみたいなと思う映画がありましたらそちらをチェックしてみてください。はい、というわけでね、次は何でしたっけ、ミッションマンガル、崖っぷちチームの火星打ち上げ計画。こちらですね、2年くらい前かな、パットマン5億人の女性を救った男っていう、まあ、映画をね、この僕の動画でも紹介して、確か2年前のランキングにももしかしたらランキング圏外か何かでね紹介したような、もうランキングほぼ入るような感じだったんですけど、このね主人公がアクシャイ・クマールっていうね、インドでも有名なボリウッドかな、ボリウッドを代表する、役者さんが演じている。で今回はこのねミッションマンガル、彼がね、いわゆる宇宙開発の、航空局のね、宇宙開発研究機関の科学者であり、まあ、プロジェクトの責任者を演じているんですよ。前回は、まあ、いわゆる女性用の生理用品をね、作るお話だったんだけど、今回はかなりスケールアップしてロケットなんですよね。はい。ロケットを作るお話なんですけど、ロケットを作るといえばね、もう皆さんご存知、池井戸潤さんの小説、下町ロケットですね。あれドラマ化もされまして、阿部寛さん主演でドラマ化されてめちゃくちゃ面白かったんですけど、下町ロケット、インド版といったところでしょうか。まあ、熱血なんですよね。すごい熱血で、まあ、いろいろとね、プロジェクト中止とか予算が足りないとか、嵐のせいでロケットが飛ばせないとか、いろんなアクシデントを乗り越えて困難に立ち向かっていく、まあ、典型的な企業スポコンドラマとなっていてね、非常に見ていて面白いし気持ちがいい、そして高揚するんですよね、気持ちが励まされるんですよ。もうエピソードの一つ一つが、まあ、池井戸潤ドラマの定番みたいな流れなので、まあ、分かっちゃいるんだけどね、やっぱこういうのって日本人受けいいというか、日本人向けなのかな、すごい胸熱なドラマになっています。なんかね、このアクシャイ・クマールさんっていう役者さんがいいんですよ。僕もね、この人好きですね。男性としても魅力的だし、チャーミングだし、あ、この人だったら女性の部下たちがついていくなっていう、のがものすごい説得力があるわけですよね。この人が演じないとここまでの感動は引き出せなかったし、女性たちもやっぱついていかなかったと思うんですよね。ついていかないというか、ついていったとしてもあまり説得力が生まれないわけですよ。もしこの役を僕がやってたとしたらね、まあ、おそらくね、なんでお前なんかにこの女の子たちがついていくんだみたいな感じ言われちゃうと思うんだけど、このね女性たちを扱うという意味でとてもフェミニズムが色濃く出ている作品なんだけど、まあ、フェミニズムってあんまりやりすぎると鼻についちゃうんですけど、この映画はそこら辺の種類もね、さじ加減もちょうど良かったんじゃないかなと思います。はい、これおすすめですので、まだ見逃している方たちぜひ見てください。先ほど惜しくも県外の作品を4本紹介すると言ったけど、ごめんなさい、間違いですね、3本でした。というわけでこれが県外、惜しくも県外最後の作品となります、スワロー。はい、こちらはね今年のお正月早々に見た映画なんですよね。映画評論家の町山智弘さんが絶賛していたので、鑑賞したんですけど、このねスワローっていうのは、ツバメのことじゃなくて、物をごくりと飲み込む、つまり嚥下するっていう意味なんですよ。このヒロインはストレスを抱えると現実逃避するためにいろんなものを飲み込んじゃうのね。例えば画鋲とかを飲み込んじゃうんですよ。そうやって異物を飲み込まずにはいられない、中毒症にかかってしまっていくんですね。この彼女にとってはね、異物を飲み込むということに自由を感じるんですよね。
彼女が求めたのは自由なんですよ。誰もやらないことを自分はしてやってるんだというね、やってるんだという自由選択、異物を飲み込むことで自分は自由な存在なんだというね、実感を求めていた。要するにそれだけね、普段はお金持ちなんだけど、まあ夫とお金持ちのね、旦那と結婚して、まあお金を持っているだけに、夫は力も持っているわけですよね。まあいわゆるその家庭はもう男性社会そのものなんですよ。その抑圧された、まあ女性である彼女にとっては抑圧された空間であり、環境であり、世界なわけね。異物を飲み込むことで、まあそれを、そのストレスを解消していたってわけなんだけど、あ、これね、この異物を飲み込むシーンが結構えぐいんですよね。いやー、別にこの映画ホラー映画のように首が飛んだりとか内臓がもげたりとかね、あ、内臓が飛び出たりとかするわけじゃないんだけど、意外にこういうね、画鋲を飲み込むとかいうシーンの方が、個人的には、僕個人的にはえぐいですね。首が飛んだりとか内臓が出る方がまだ見ていられるけど、こういうシーンはね、なかなかこう、なんだろう、もうゾワ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 来て見ていられませんでした。この映画ね、強力におすすめできるかというとちょっと微妙なんですよ。面白いかと言われるとね、面白いとは違うんだけど、とにかくこの映画、最後の最後まで目が離せない、なんとも不思議な力を持った作品でしたね。はい、そんなわけでいかがでしたかね。惜しくも圏外の作品を3本ピックアップしたんですけども、まあね、他にもたくさんあったんだけど、キリがないんで、この3本に留めておきました。皆さんにとってね、この3本どうだったでしょうか。ぜひ感想ね、コメント欄に書いていただけると幸いです。まだ見てない方はね、ぜひチェックしてみてください。いずれもね、見て損はないと思いますね。はい、というわけで、ランキングの方に戻りたいと思います。ということで、2021年、俺的映画ランキング第8位は、偶然と想像。はい、こちらは今月上映されたばかりなんで、最近デビューした映画ですよね。監督は浜口竜介さん、先日デビューしたドライブマイカーを手掛けた監督さんで、このドライブマイカー、今年のカンヌ映画祭で日本映画初となる脚本賞を受賞して大いに話題になりましたよね。とにかくね、脚本に優れているんですよ、この監督さん。で、その監督さんが今回も脚本をね、担当して3つの短編集の映画なんだけど、これね、3本ともめちゃくちゃ面白いんですよね。なんか淡々と全て進んでいくんですけど、まあ偶然がテーマなんですよ。偶然の出来事によって、まあ、いろんなことが起こるわけなんですけども、まあ浜口竜介監督なんでね、期待して見に行ったんですけど、いや期待通りでしたね。もう本当にうまいです。これね、上映時間が3本で120分あるんだけど、全然だれることなく最後まで楽しめるんですよ。まあとにかくね、この映画大きな展開もないし、場面もあんま変わらないのね。だいたい登場人物2人が延々と会話劇を繰り広げているだけで、それを眺めているだけなんだけど、この会話のやり取りが抜群に面白いから、全く、なんだろう、退屈することはありません。むしろね、引き込まれていっちゃうんですよ。で、役者さんたち、それらを演じる、会話をね、繰り出す役者さんたちの間の取り方とかも完璧で、やっぱりね、演技力のある役者さんたちに、浜口竜介監督の、まあ、この脚本をね、演じさせたら、すごいことになりますね。全体的にふわっとしたというか、ふんわりした、雰囲気で淡々と進んでいくんだけど、この登場人物たちの会話劇をもういつまでもずっと聞いていたいような気分になるんですよね。で、この映画ですね、一応3本入ってるんですが、浜口監督は7本分作ってるらしいんですよ、シナリオを。これね、残り4本ぜひやってほしいですね。めちゃくちゃ面白かった。特にね、真ん中のね、なんだろう、ハニートラップをかける、ある大学、芥川賞を取った、受賞した大学教授に、女子大生がハニートラップを仕掛けるっていうね、エピソードがあるんですけど、これがね、めちゃくちゃ面白かったですね。
と言っても他の2本も結構面白くて、そうだね、どれが一番面白いかっていうと、本当にね、コーツがつけがたいんですよ。どれも良かった。はい。なのでね、シナリオの勉強してる方とか、小説家を目指している方、この映画ね、会話劇の勉強になりますから、魅力的なセリフ回しとか会話とはどういうものかっていうことがよくわかると思いますので、ぜひチェックしてみてください。教材としても優れていると思いました。いやー、濱口監督、ええわ。これからもね、濱口監督が手掛けた作品というだけで、劇場に足を運ぶことになるんじゃないかなと思うくらい、ドライブ・マイ・カーと、この偶然と想像はね、引き込まれたわけなんですよ。本当はね、ドライブ・マイ・カーも入れようかなと思ったけど、まあ今回はね、同じ監督なんで、一本に留めておきました。ドライブ・マイ・カーもすごく良かったけど、僕はね、やっぱりね、こちらの偶然と想像の方が好きですね。ね、ということで、はい、次は第7位の発表です。ペクトゥーさん大噴火。個人的にハ・ジョンウンが出てくる韓国映画、まあ韓国の俳優さんなんで韓国映画になるわけなんですけど、この人が出てくる映画にハズレがないんですよ。特にアクション映画ね。まずは何つってもテロライブ、すごかったですよね。あと PMC バンカー、去年の、まあ映画ランキングで僕は第2位につけたんですけど、 PMC バンカーね、素晴らしい映画でしたよね。もうめちゃくちゃすごい。そして今年もね、ハ・ジョンウンが、主人公のこの映画ですね。ペクトゥーさん大噴火。まあ今回ね、イ・ビョンホンも出てくるし、皆さん大好きマブリーね、マブリー。ま、ドンソクも出てくるわけなんですよ。もうこのね、3人の共演だけで、いやもうめちゃくちゃ豪華なんだけど、いやだけどね、それ以上にこの映画、もうストーリーがすごいというか内容がすごいんですよ。もうほんとね、頭おかしい。よくこんなもの思いつくし、それ思いついたとしても、これをね、よくぞ映像化しようと思いますよ。もうこの想像力、そしてアクション、もうこの、ね、異次元のアクションなんですよね。まあこんなのよく思いつくよなっていうね、ペクトゥーさん。で、ペクトゥーさんの噴火を食い止めるために核爆弾を仕掛けてね、核爆弾を使ってペクトゥーさんの噴火を食い止めようという話なんですよ。いやもうその発想自体がめちゃくちゃじゃないですか。で、アメリカにその核爆弾ね、核爆弾弾頭を貸してもらおうと思ったら、いやアメリカ貸さねえよっていうわけですよ。そんなこと貸せるわけないだろうっていうことで。で、しょうがないから、でもこれもう核弾頭を使ってね、爆破させないととんでもないことになっちゃうんでね、ペクトゥーさんが大爆発、噴火したら北朝鮮も韓国ももう終わりなんですよ。だから何としてでも核弾頭を手に入れないといけないんだけど、で、まあ政府は一計案じるわけですよね。そうだ、北朝鮮が核弾頭を持ってるから奪っちゃえってことで、で、主人公たちに、お前今からちょっと北朝鮮行って核弾頭を奪ってこいっていう、まあそういうストーリーなんですよ。いやもうこの時点でこの着想というか発想がすごいですよね。だからこの主人公たちは北朝鮮に潜り込んで、核弾頭を奪いに行くっていうね、いやもうストーリー聞いただけでめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。で、それでまたね、それを奪ったとこで、今度はペクトゥーさんにそれをね、設置しに行くわけなんだけど、そのまたスペクタクルシーンがとんでもないことになって、もうね、最後は本当頭がおかしいことになっちゃうんですよ。いや、もうね、恐るべし韓国映画。ハリウッドでもここまでできないですからね。まあ、いかに韓国映画がすごいかっていうことを思い知る一本ですね、この映画は。いや、韓国映画ってこういうのを本当毎年出しますからね。毎年このクオリティのものを出してくるんで、いやもう本当ね、映画においては韓国映画、世界、まあ、いろんな国ありますよ。ハリウッドも日本映画もある、ね、ヨーロッパにもいろんな映画ありますけど、やっぱり韓国が突き抜けてますね。本当に面白いものは大体もう韓国の映画ばっかですよ、最近。昨日見たね、ノワールの映画。ただ悪に何救いたまえだったっけ、あれも韓国映画ですけど、めちゃくちゃ面白かったですもんね。いやー、参りましたね、この映画。というわけで、一応ですね、これ7位にしてあるんだけど、もうちょっと上でも良かったかもしれないなって今ちょっと思ってるんですけど、一応7位。一応7位。でもね、
今思うともうちょっと6位にしてもいいかなと思ってます。はい、そのぐらいこの映画面白かった。テロライブ PMC バンカーがね、PMC ザバンカーが好きな人はね、もうこの映画絶対外さないんで、チェックしてみてください。めちゃくちゃ面白いです。はい、でね、まあ今回ご紹介する映画はほとんどがね、当然のことなんだけど、2001年に劇場で公開された映画なんですが、でも最近は劇場だけではなくてね、ネット配信されてる映画も結構出てきてますよね。まあ、特にネットフリックスのオリジナル映画はすごいものがいっぱいあるわけですよ。お金もかけてるし、出演している、役者さんとか手掛けている監督とかスタッフも超一流が集まってくるわけですよね。で、まあほとんどは、まあそういった対策は事前に映画館に1週間ぐらいかけられて、まあ1週間後ぐらいにネットフリックスの配信が始まるという形のものが多いんですが、で次はですね、ネットフリックスのオリジナル映画になります。第6位。浅草キッド。はい、こちらはね、最近見たばかりなので、実はね、この映画、ネットフリックスで今配信中で、結構話題になってるんですよ。CM なんかも結構流れてますよね。でね、この映画、もちろん、自宅で鑑賞したんですけども、まだね、レビュー動画作ってないんですよね。というわけで、これね、ビートたけしさんの物語なんですよ。ビートたけしさんがいかにデビューして今日のようになっていたかっていうことを、彼はね、当時まだ若い時は、修行時代はフランス座っていうなんかストリップ劇場の、下働きみたいなのをやって、そこの、師匠とね、そこで師匠に出会って芸を仕込まれたというね。でそこからどんどんスターダムの階段を上がっていくみたいな内容だったんですけど、これが結構面白くてね、この若い頃のビートたけしさんの役を柳楽優弥さんが演じてるんですけども、完全にビートたけしになりきってるんですけどね、いやほんと時々本物のビートたけしじゃないかと思うぐらいすごいね、あの役者さん完全にビートたけしをねが宿ってるんですよね。ビートたけしが宿った演技をしているんですよ。でね、でストーリー的にも面白いし、結構泣けるし笑えるし、これはね優れたドラマだなと思ったので、今回ねランキング入りさせました。ちょっと6位は高すぎる気がしないでもないんだけど、実際ペクトゥーさん大噴火の方が浅草キッドよりは上かなとは思ったりするけど、いやいやいや、でもねこの映画ね相当にクオリティ高いですよ。フィルマークスでも、高得点つけられているので、観客さんのね見た方たちの満足度は極めて高かったんじゃないかなと思います。はい、まだね見てない方はぜひこれ見てみたらいかがですかね。めちゃくちゃ面白いです。おすすめです。はい、次は早くも折り返し地点第5位になるわけなんですけど、こうやって見るとね、日本映画がありの、ホラー映画はヨーロッパね、アメリカやハリウッドがありの、やっぱ韓国もね入ってきますよね。そしてネットフリックスの映画も入ってきたということで、はい、次もね実はアジアの映画となります。第5位。はい、こちらね中国の映画になるのかな。これは何でも中国で実際に起きたいじめ事件がモチーフとなっているようなんですけど、いじめってね、今の日本でもめちゃくちゃタイムリーなネタですよね。特に最近オリンピックで小山田圭吾さんのいじめ問題がクローズアップされましたよね。なんかひどいですよね。障害を持った友人にうんこを食わせたとか言ってたでしょ。僕もね、人のこと言えない。僕もね、クラスメートに蛇行猫のうんちを飲ませたことありますからね。あんまりね、人のことは言えないや。この映画ね、序盤から中盤までは、純愛ドラマなんですよね。若い二人のね、ボーイ・ミーツ・ガール的なね、ボーイ・ミーツ・ガール的な純愛ドラマなんですよ。これ、いい感じでね、展開していくんですけど、
まあ結構まあそれでもねちょっとダークな感じはあるんですが、でね終盤以降ガラッと雰囲気が変わるんですよね。いやこれね、サムネイルにも大きく書いてあるわけですけど、東野圭吾のちょっと白夜行かなみたいな、いや若干ね容疑者 X の献身も混ざっていそうなミステリーになっていくんですよ、ぶっちゃけ。でもネタバレになるんであんまり深くはね、明かせないんですけども、これねすっごくねよくできてんのね。まあ、おそらく作り手はね、これ脚本書いてる人は東野圭吾の大ファンか、東野圭吾を作品を大きくモチーフとして取り入れているのはもうほぼ間違いないと思うんですけど、まあ、別にね、これパクリだと言うつもりないですよ。いわゆる既存の作品のいい部分をね、なんだろう、肝骨脱退して取り入れてるという意味で、十分にその取り入れ方がうまい、アレンジの仕方がものすごくうまいので、めちゃくちゃ面白いドラマになってるんですね。でこれはね本当にね、まだ見てない方は多分そんなにこう有名な作品ではない、どちらかというとミニシアター系の作品なので知らない方も多いとは思いますけども、いやーこれはねガツンときますよ。見たらかなりの人たちが大きな衝撃を受ける映画だと思います。でね、この男女、若い男の子と女の子演じるこの役者さんたちがまた抜群にいいんですよ。素晴らしい。でミステリーとしてもこれもう本当にね傑作なの でなおかつ青春ドラマとしてもね本当に素晴らしいんですよ。もう素晴らしいってちょっと語彙力なさすぎなんだけど、いやこの映画はね本当ガツンときましたね。いや 5位にしちゃってるけどもうちょっと上でもよくねみたいな、感じ今してるんですけど、いや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 、これはね一見の価値ありです。おすすめいたしますよ。はい、というわけで、次がもう早くもね第4位になっていくわけで上位に入っていきますけども、なんか全体としてね、皆さんも思ったと思うんですけど地味な映画が並んでると思いませんか。やっぱりね今年はねコロナの影響がかなり出ているので対策は延期なんですよね。で小粒な作品がどうしても増えてしまっているので全体としてね、地味な作品が上位に上がっております。それだけに、皆さん見逃している方も多いと思うのでぜひですね、この動画を参考にして気になるものがあったらね、鑑賞してみたらいかがでしょうか。ということで第4位パーフェクトケア。はい、主演はねゴンガールの奥さんを演じたロザムンド・パイク。最近いろんな映画にね顔出すようになりまして、で今回ですねこのパーフェクトケア、彼女にとってはねハマり役なんですよ。もう今まで見た映画で一番ハマってる、ゴンガールよりも僕は個人的にはこのパーフェクトケアのヒロインの方がハマってると思います。そしてねこの映画ねめちゃくちゃ面白いです。はい、3週間限定のね上映なんであんまりこう地方の方とか特にね見られる機会がなかったと思うんですけど、今配信されてるのかな。いやこれねめちゃくちゃ面白いんですよ。でアメリカの公権人制度っていうのがあって、いやまあ何ですかね、日本でもねいろんなこう公権人制度とかまあいろいろあると思うんですよ。これから高齢者化社会を迎えるにあたってですね、面倒見たり介護したりとかね、後見人の世話をするみたいな制度っていうのあるんですけど、ああいうのって基本的にほぼ全てね性善説で成り立ってるんですよね。悪人はいないという、前提のもとに法律が作られていたりするんですよ。まあ、税金とかねそちらとは違って税金っていうのはね、性悪説ですよね。悪人がいるということを大前提に法律ができているんですけど、どういうわけかねこういった介護とか、家族が誰か面倒を見るとかね、まあ、そういう法律ってどういうわけか性善説なんですよね。悪人はいないという建前で作っているんですけど、まあそうなれば当然ね悪人にとってはやりたい放題になるわけで、で金持ちのねおばあちゃんおじいちゃんに取り入ってですね、後見人になってその財産をね根こそぎ奪ってしまうみたいな、まあ、そんな役どころをこのロザムンド・パイクが演じていたんですけどね、こいつ本当ね超胸クソなキャラクターなんですよ。でもね不思議なんですよ、
もうやってることはむちゃくちゃもう自白なことしかやっていないのに、なんか途中からね、彼女のことを応援しちゃうんですよね。そのぐらい彼女は窮地に陥っていくんですが、持ち前のね、気力とガッツでそれを乗り越えていくんですよ。でもやってることがね、弱い弱者である老人から、金を奪い取るっていうことだから、とても応援するようなものではないんですけど、それでもなぜかね、彼女のことを応援してしまう、そういった魅力のあるね、ドラマなんだけど、で、実際、サスペンス、ミステリーとしての面白さ、プロットですよね。これがね、もう思いがけないというか、想像もつかない方向に話が展開してしまって、で、またラストもね、いやいや、こうなるの?みたいなね。いや、そう来るかみたいなラストになるんですよね。いや、これは面白い。見逃すには惜しい映画ですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい。というわけでね、次からいよいよベスト3の発表となるわけなんですよ。でね、ネタバレしちゃいますとね、ベスト3に関してネタバレしちゃいますと、これからね、ベスト3、3本とも実は日本映画です。はい。1位から3位までね、すべて日本映画ということになるわけですけど、まあね、珠玉の3本ですね、僕にとっては。まあさすがに今年見た映画の中でベスト3なんで、いやいや、突き抜けてますよ、この3本は。はい、というわけでね、まず第3位。街の上で。はい、こちらはね、愛は何だとか、あの頃の、今井泉力也監督ですよね。で、この映画ですね、下北沢、もう若者に人気の街ですよね。東京都世田谷区の下北沢を舞台に生きる、で、まあ舞台に起こる若者たちの姿を描いた、まあ群像劇スタイルの映画なんですよ。でね、先ほど、シナリオが優れている濱口竜介さんのね、偶然と想像をご紹介しましたけど、いやいやいや、この、ね、シナリオのうまさにおいては今泉力也監督もね、勝るとも劣らない、やむしろ今回は勝っていたんじゃないかなと思うんですよね。この街の上で本当にね、これは面白かったですね。上映時間結構これ長かったんじゃないかな。上映時間が130分もあるんで、でね、淡々とこちらも進んでいくんですね。若者たちの日常がこの下北沢にを舞台に淡々と描かれていくので、まあ、ストーリーだけ聞いたらだれるんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、まあ、実際ね、この映画鑑賞してみると本当まるで退屈することがないんですよ。何かのマジックですかね。といってもね、もちろんね、テンポがいいわけじゃないんですよ。だら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 進んでいくわけですよ。ハラハラドキドキするようなね、サスペンスもドラマもありません。ロマンスもあるわけじゃないんですよ。まあ、主人公は基本的に受け身で、周囲の人々の、まあ、言動に流されていくようなね、まあ、そんな感じ、まあ、北欧の秋香里須磨監督のようなね、作品のような、もう淡々とした作品になっていて、まあ、どことなく70年代ヨーロッパ映画を思わせないでもない、そんな雰囲気なんですよね。とにかくこの今泉力也監督の繰り出す会話劇のうまさは濱口竜介監督作品にも引きを取ってないんですよ。ほんと素晴らしい。でね、この映画はすごいなと思うのは、17分間のカットが、ワンカットのシーンがあって、いやー、これはね、見事でしたね。でね、この、今回、結構何人かのね、若手の女優さんとか俳優さんが出てくるんですけど、もうみんなね、本当にすごい。はい。例えば最近ね、何だったっけ、あの映画、胸クソ映画あったじゃないですか。慣れの果てだ。慣れの果てで主演をされていた萩原みのりさんとかも出てくるし、で、他にもね、何人か、ちょっと名前知らないんだけど、うん、偶然と想像の第1話に出てきた、あの個性的な女の子も出てくるし、まあ、とにかくね、役者さんたちのクオリティがめちゃくちゃ高いんですよ。だからこそあのセリフ劇がね、生きてくる。間の取り方とか表情の作り込みが本当に見事で、だから全然ね、退屈することがないんですね。もう見ていて心地いいんですよ。それでいて面白い。で、結構ね、笑うシーンも多いんですよね。
まあ、とにかくね、なんかの魔法にかかったように130分が幸せな気分でね、見ていられる映画です。はい、こちらもね、シナリオとかが優れているので、シナリオライターとか、あと小説家志望の方は、これはね、見ておいた方がいいと思います。魅力的な会話劇、男女の魅力的な会話劇、この駆け引きですよね。ちょっと恋愛模様が入るような、このお互いのね、心をこう、読み合うような駆け引きがね、非常に絶妙なんですよね。それでいていやらしくないんですよ。淡々としてますけどね。はい。そんなわけで、特に小説家志望とかね、シナリオライター志望の方は、見ておく。これもね、非常に優れた教材になってると思いますね。はい。はい。あと残すは2本なんですけども、なんかここまでね、皆さんお気づきだったと思うんですが、知らない映画多いでしょう。ねえ。あまり知らない映画が多いと思うんですよ。東京リベンジャーズぐらいですかね、知ってる映画って言ったらみんなが。あとはね、結構ね、知らない人多いと思うんですよ。まあ、それだけね、今年は地味な映画というか、小さな映画、公開規模の小さな映画が多いんですよね。つまり逆を言えばね、対策が今一つ振るってない。まあ、もっとも延期されちゃったりしてるんで、なかなか今回対策が入ってこないことになってるんですけど、今回ですね、次の第2位が、この中では、ベスト10の中では、一番のね、対策になっています。日本映画です。なんだかわかりますか？それでは第2位の発表です。流浪に剣心最終章ザ・ビギニング。いやー、本当にね、意外というか、この映画ね、ルロニケンシンに何ら期待していなくて、この今年ね、ルロニケンシン2本やったんですよ。ザ・ファイナルと、もう一つはこのね、ザ・ビギニング、最終章2つ2部構成でやったんですけど、最初はザ・ファイナルをやったんですよね。で、それ見た時は悪くはないけども、まあいつものルロニケンシンだなっていうことで、まあそんなにルロの剣心って僕もそんな入れ込んでもないし、言うほど特別面白い、まあつまらなくはないけど、すごく面白いとも思ってないわけですよ。なのでこのザ・ビギニング、最終章のザ・ビギニングはもうほとんど何の期待もしていなかった。いや、むしろアクションがあんまりなさそうだし、人間ドラマがメインって聞いていたので、まあ、正直ね、あんまりこれは今まで見た、まあ、全部、ルロニケンシンシリーズは全部一通り目を通しているんですけど、これが一番つまらないだろうなと思って見たんですよ。そしたら、どっこい。いや、これ見たときはね、今年の2021年ナンバーワンは、これだなと思ったんですよ。はい。これ書いてあるでしょ？ナンバーワン級って。いや、もうこの時点で僕はね、まあ、おそらく今年はこれを超える映画は出てこないだろうなと思ってて、まあ、これが一番だと。もうほぼ確信していたんですよ。まあ結果、蓋開けてみたらね、まあ、2位になっちゃったわけですけど、さあ、1位は何かはね、皆さん考えてみてください。まあ、それはともかくですね、いやー、これはね、本当に、なんだろう、びっくりしましたね。いや、ルロニケンシンじゃねえだろ、これって。いや、もう全然俺の知ってるルローニケンシンじゃねえよっていうね。まあ、ルローニケンシンって言ったらアクションじゃないですか。すごいアクション、ね、剣劇ですよね。それもかなりこうファンタジックな剣劇ですよ。実際この人間の動きとか物理の法則を無視したような動きするわけでしょう。まあ、それを見せてくれて、で佐藤健さんのこの盾もすごいクオリティが高くて見応えはあるんですけど、今回それがほとんどないんですよ。で、その分人間ドラマに重きが置かれているんですけどね。いや、これね、ちょっと驚きましたね。いや、これさ、ルローニケンシンじゃないよ。もうね、なんていうのかな、大御所監督が手掛けた司馬遼太郎原作の時代劇映画なんかよりも優れてますよ。もうシナリオがね、もうストーリー、原作のストーリーがいっちゃってる。もう完全に突き抜けてる。まあ、いろんなね、時代小説、日本には多くの時代小説の傑作、名作いっぱいありますよ。
司馬遼太郎とかさ、そういう人たちがね、藤沢周平とかいろんな人たちがね、もうそうそうたる人たちが本当の意味で優れた時代劇小説書いてますけど、いや僕もね、全ての時代劇小説知ってるわけじゃないし、映画も知ってるわけじゃないんだけど、いやこれをルローニケンシンのこのエピソードだけは全ての時代劇を凌駕してると僕は思うんですよね。これを超える時代劇って他にあんの？本当の意味で。もうだからそういうネームバリューとか一切無視してさ、司馬遼太郎が書いているからとかね、藤沢亮平が書いて、藤沢周平が書いているとか、山本周五郎がね、手掛けているとか、もうそういうことを一切抜きにしてね、本当に純粋に物語、エピソードの素晴らしさで押し量った場合、これを超える時代劇ってあんのって思いましたね。そのぐらい衝撃受けましたよ。素晴らしい。でまたね、これを演じた、まあ、佐藤健さんも素晴らしいんですけどね、まあ、佐藤健さんのこの謙信の、まあ、いわゆる初恋というか、まあ、奥様ですね、唯一生涯で愛した女性、謙信が、その巴っていう女性なんですけど、その巴を演じたのがね、誰だったっけ、あの女性、有村架純さんだ。そう、有村架純さんですよ。もうね、有村架純さんの演技が本当神がたかっていて、いやすげえなと。有村架純ってそれまで僕そんなに評価してなかったというか、あんまりこう気にかけていなかったんですよ。まあ可愛いっちゃ可愛いけど、まあそう言うほど、なんていうか世間が言うほどね、の女優かななんて思ってて本当申し訳ない。いや、とんでもない女優でしたね。まあとにかくですね、これ本当の意味で優れた時代劇だと思いますよ。だから時代劇のファンの人が見てもこれはね、高い評価するんじゃないかなと思いますね。食わず嫌い、まあ本当の生っ粋の時代劇のファンの人っていうのはルロニケンシンなんて見ないと思うし、半分バカにしてると思うんですけど、これだけはね見ておいてほしいですね。はっきり言ってね、他のね、いわゆる本格的な時代劇を完全に凌駕しているんじゃないかなと。まあ申し訳ないけど、単なるコミックの実写化映画で片付けてしまうにはね、惜しいと思いますね。でね、まあそろそろこの3月になってくると、1月、もう年を超えて1月、2月、3月になってくると、いわゆるアカデミー賞のね、日本アカデミー賞の選考の時期に入っていくわけなんだけど、いや、これはノミネートは最低でもされるんじゃないかな。下手をするとこれ受賞するんじゃないかなと思うわけですよ。ただね、僕の今回のランキングでも2位なんですよね。1位があるわけですよ。はい。おそらく、これは僕の勘ですけど、この、今日僕が選んだ2位のこのルローニケンシン最終章ザ・ビギニングと、そして僕が1位に選ぶ作品がですね、日本アカデミー賞作品賞に両方ともノミネートされて、作品賞をね、この2本が奪い合うような形、競い合うような形なんじゃないかなと思うんですよね。僕は今回ね、ルローニケンシンか、もう一本僕が1位に選んだ映画をが作品賞を取ると思います。いやー本当にね、鳥肌ものでしたね、この作品。まあ何ですかね、ルローニケンシンの今までのシリーズを突き抜けてしまった感じ。もう完全に他のこのルローニケンシンシリーズのね、他の作品とは全く別物であって別格だと思います。ルローニケンシンなんて見たこともないし、興味ないよっていう人はね、ぜひともこの作品だけチェックしてみてください。これはもうね、単なる漫画の実写映画ではなくて、本当の意味で優れた時代劇になってると思います。はい、というわけでね、次がいよいよ1位の発表になるわけなんですけどもね、いやー、先ほども言ったようにね、ルローニケンシン最終章ザ・ビギニングが1位にしようかなってずっと思っていたところで、この作品がですね、突然舞い込んできまして、飛び込んできまして、見る予定がなかったんだけど、まあちょっと見たわけですよ。いやー、これはね、衝撃受けたわけですよね、僕も。で、まあ本当にね、どちらを1位にするかめちゃくちゃ悩んだんですよ。ルロニケンシンをずっと1位にしようと思っていたんだけど、この作品もね、
ちょっと無視することができなくて、で比べてみたときにですね、ルロニケンシンというのは原作があるわけですよね。だからまあ原作があってそれを映像化しているわけで、その原作が優れているわけなんですよ。もう原作の時点で優れているんですね。だけどこのね、次のこれから発表する第1位の作品は完全オリジナル映画なんですよ。つまり原作がなくて、脚本家によるオリジナルなんですよね。まあ、そこを加味してですね、でなおかつ対策じゃないですか、こっちのルロニケンシンは。こちら完全ミニシアターのインディーズ系なんですよ。まあ、いわばもうなんかポッと出てきていきなりこうみんなに衝撃を与えたという意味でね、まあちょっとエコひいきになっちゃいますけどね、やっぱり対策、メジャーとミニシアターはを比べた場合、どうしてもインパクトはミニシアターに感じてしまうわけですよね。で今回もねかなりズシーンとくるというか、とんでもないインパクトを僕に与えてくれた映画ということで、第1位はこちらに選ばさせていただきましたということで、第1位の発表です。優子の天秤。今年1年の映画を振り返ってみるとですね、これコロナの影響なのかどうかちょっとよくわからないんですけど、上映時間がやたらと長い映画が多かったような気がします。150分超えるような映画結構ありましたよね。でこの作品なんですけど、上映時間がね152分もあるんですよ。はい。でね、152分もあると結構だれるじゃないですか。でもねやっぱね1位になってるだけあって、選ぶだけあって、いや152分が全く退屈することなくこちらも引き込まれたわけですよ。まあ、正直ねミニシアター系の映画だし、まあ、全然ちょっとね得体の知れない映画だったので、どんな映画なのかなと思って、ただフィルマークスでは評価高いし、まあ、僕の知り合いの人もねこの映画のことを結構絶賛していたので、まあそれだったら見に行こうかなと思って思い越し上げて行ったんだけど、これ本当に映画館で見てよかった。はい。まあ1位選ぶぐらいですからね、そう思うのは当然なんだけど、いやーこれはすごい映画ですよ。まあ多分ね今年一番ある意味ミニシアター系では映画ファンの間ではね、話題になった映画なんじゃないかなと思うし、映画評論家の間でもねかなりこう注目されていた評価の高い映画なんですよ。でこの映画ねテイスト的にはなんだろう、社会派であり、それ以上にハードボイルドなんだよね。でこれね主演この方、この女性は竹内久美さん、竹内久美さんですよね。もうねこう竹内久美さんってもう出てくるだけで存在感が半端ないんですよ。で今ね最も僕も個人的に注目している女優さんなんですよね。この人は本当にすごい、もう存在感が凄まじいもんがあるわけですよ。で今回ですね彼女の演じた役なんですけど、やっぱり彼女はねハードボイルドな女性を演じさせたら多分今日本ではね、最高峰だと思います。彼女の超える右に出る女優さんいないんじゃないかな、こういうハードボイルドな役を演じさせた、こう闇をはらんでいるんだけども正義感が強くて、で強い女性を演じる、でも弱い部分、脆さも持っているみたいなね。それでいて、ずるいとこもあったりする。こういう多面的な、多面性を持った、ハードボイルドな、女性を演じさせたら、多分彼女を超える人は今この日本にはね、いないと思いますよ。そのぐらいすごいね、演技、女優でしたね。で、今回ね、まさにそのヒロインは、そういう多面性を持っている、なんだろう、正義感と、それでいて、邪悪さ、狡猾さ、ずるさを、合わせ持っているんですよ。でなおかつ母性も感じさせる、でやっぱ強いわけですよね。反骨的、反発的、まあ権力には屈しない、上司にも屈しない、自分の正義感を貫き通すんだけども自分の立場はきちんとねちゃっかり守るみたいな、ずるい一面も持っているわけですよ。だからとてもね彼女の言ってることやってることはところどころ矛盾をはらんでいるんだけど、なのにねブレない、なんかでもねブレてるとは思わないのね。それだけやっぱり彼女がかっこいいからなんですよ。ハードボイルドなんですね。
やっぱり屈しないんですよ。で、それがね、どことなく、今回ね、ロザムンド・パイク演じたあのパーフェクトケアの女性にね、通ずるものがある。あれもね、ハードボイルドですからね。彼女自身も、そういう役どころなんですけど、で、この作品ね、社会派サスペンスかと思いきやですね、実はね、とんでもない胸クソドラマでもあるんですよ。まあ、これネタバレになるんで言えないんですけど、まあ結構ね、絶望的と言いますか、胸クソなんですよね。結構ひどい話ですよ。それでいて、でもね、社会派サスペンス。で、まあ、いわゆるね、マスコミのあり方みたいなね。で、この主人公は、いわゆる、なんだ、ドキュメンタリー作家なんですよ。ドキュメンタリー映画の監督なんですね。だからちょっとマスコミとかドキュメンタリズムみたいのを、テーマとして描いてはいるんだけど、そこら辺のね、マスコミとかドキュメンタリズムに対する掘り下げはかなり薄っぺらいです。ここはね、この映画の唯一の欠点。あと、設定ですね。この女優さんの、まあ、塾講師とドキュメンタリー作家を両立しているという、これ無理だろうと思うんだけど、まあ、そこら辺のガバガバさはちょっと欠点にはなっているんですけど、ただ、それを補ってあまりある社会派サスペンスと、あとミステリーなんですよ。あと胸クソもあるんですけどね、ミステリーとしてもめちゃくちゃね、優れているんですね。最後、とんでもないどんでん返しがやってきます。はい。これもね、ちょっと度肝抜かれましたよ。で、それがね、あまりにもすごすぎて、ガツーンってハンマーで頭を殴られたような衝撃を受けました。はい。もう竹内久美さんの演技が素晴らしいんですよ。だけどね、とんでもない伏兵がね、潜んでるもんなんですね。こういう傑作っていうのは、やっぱりこうね、傑作になる映画っていうのはミラクルが起こるんですよ、どっかで。いや、このね、竹内久美さんすらもね、食ってしまう女優さん、若手女優がいるんですよ。この子の演技がまた凄まじくて、いやいや、竹内久美さん、下手すりゃ食われてるよね、みたいな。竹内久美さんは、この彼女のキャリアの中でも、凄まじい演技を見せてくれてるんだけど、それすらも食ってしまうようなね、女優がいるんですよね。それも若手の若い、まだ二十歳になったかなってないだか、よくわかんないような女の子が、竹内久美さんをね、食うような演技を見せてくれるわけですよ。まあ、これが凄まじくて、いやー、本当にね、とんでもないもん見せられましたね。はい。というわけでね、まあ、これは僕のあくまでも予想なんですけど、今年はアカデミー賞はこれが取るんじゃないかなーって思うんですよ。ユーゴの天秤。もしくは、さっき言ったようにね、ルローニケンシン、ファイナル最終章、ザ・ビギニングですよ。これの、まあ、一騎打ちになるんじゃないかなと思うんですよね。今年日本映画で、まあ、僕もいろいろ見ましたけど、いや、この2本がね、突き抜けていたんじゃないかなと思うわけですよ。まあ、全ての日本映画見たわけじゃないんで、何とも言えないんですけど、まあ、話題性とか、そういうのを鑑みるとですね、ユーコの天秤は、かなりこう、ノミネートは、かなり硬いんじゃないかな。そして、ルローニケンシンも、ノミネート、かなり硬いと思いますよ。個人的にはね、僕は審査員だったらこの2つで一騎打ちですね。さあ、皆さんにとってはどうでしょうか。いやー、素晴らしい、凄まじい映画でしたよ。はい、まだね、見てない方ぜひ見てください。これもね、本当におすすめできる、見逃すには惜しい映画となっております。はい、というわけでね、まあ、七尾よしの2021年公開映画ベスト10をね、発表したわけだけど、皆さんいかがでしたかね。で、まあ、ここから総評になるわけなんですが、ぶっちゃけですね、今年、まあ、例年と比べるとですね、今年は僕ね、低調だったなと思います。まあ、今回ね、ベストって、まあ、さすがベスト10とかベスト3に入るような作品になってくると満足度も高いんですけど、全体として小粒だったかな。特につまんなかったのがワーストですね。ワースト5出しましたけど、今年はね、ワーストインパクトがある作品がなかったですね。まあ、去年とかは逆にコロナ真っ只中の、まあ、コロナでね、1年の結構ね、コロナが始まってとんでもないことになった去年は、映画のクオリティがめちゃくちゃ高かったんですよね、去年は。
まあいろんなコロナでね、中止とか延期とかいっぱいあって劇場も閉められたりしたんで、なかなか映画を見ることができなかったんですけど、その分去年はね優れた作品が多かったし、ワーストも盛り上がりましたよね。それに比べるとですね、今年はなんかいまいちね盛り上がらないんですよね。まあベストもね素晴らしい作品はあったけども、まあインパクトという面においてはねそこそこなんですよ、やっぱり例年。他の年はね一作品ぐらいはとんでもない作品出てきますからね。それが今年ね、まあ優子の天秤もね実に素晴らしいとは思うんだけど、インパクトという面においてはちょっと弱いかなと思うし、あとワーストですよね。ワーストもね正直インパクト弱すぎなんですよ。まあ今年ねワーストやんなくてもいいかなと思ったぐらい選ぶのも苦労したし、ネタがないんですよね。というわけで2021年は僕的にはね映画低調の年になったなと思いました。はい、皆さんにとって2021年映画の年としてはどうだったですかね。楽しかったですか、やっぱり例年に比べると高かったのか、それともやっぱり僕とは思うようにね、僕が言ってるように低調に感じましたか、どうですかね。ぜひコメント欄に皆さんのメッセージ残してください。はい、というわけでね、なんかいろいろと言いたいことをぐだぐだ喋っていったら、動画のね時間1時間超えてしまいましたということで、はい、まあいいですね、1年に1回だけだからたまにはいいじゃないですかね。というわけでまあ今日もね思いっきり思い存分ベスト10について語らせていただきましたけどね、まだ本当ね喋り足りないぐらいなんですよ。2時間でも3時間でもねベスト10やれって言ったら僕できますよ。イベントやれって言ったら多分できるぐらい、トークショーやれって言われたらねできるぐらいね話せることがあるんですけども、まあ最も言われることはないけどね。まあちょっとね今日ね自分の思いの丈をぶつけてはみたんですけど、まだまだね語りきれてない部分がありますね。はい、というわけで2022年、どんな映画に芽生えね出会うことができるのか、もう今から楽しみでしょうがありませんね。はい、というわけでまだね、今年は、レビューする映画も実は残ってはいるんですけど、このね動画がいつ、アップされるかちょっと決めてないんですけど、多分30日なんのかな、なるべく早い段階で動画アップしようと思います。でこの動画がもしね12月30日にアップされてるとしたら、12月30日はですね 99.9 っていうね、日テレだかどっかの人気ドラマの実写映画化がね公開スタート初日なんですよ。でそれはもうチケット取ってあるんで、見に行く予定で、それもねもう30日か大晦日か、早い段階でレビューしたいと思ってるし、浅草キッドもねなんかレビューしたいと思うし、あともう一つレイジングファイヤーって映画も昨日見てきたので、それもねレビューしたいんですよね。はい、そんなわけで、今年は残り少ないですけど、1日2本ないしは下手すると3本ぐらいの動画が上がるかもしれませんので、ぜひですね皆さんよろしくチェックお願いいたします。はい、というわけで来年もね、七尾よし、このチャンネル続けていきたいと思います。皆さんの映画選びのね参考になれば幸いです。はい、僕のねチャンネルはメジャー系の映画もたくさん使いますけど、ミニシアター系の映画もどんどん取り入れていますので、なんか結構ねミニシアター系の映画ってレビューしている動画すごい少ないんですよね。まあ、正直再生数が回らないのでみんなあんまりやりたがらないんですけど、いや僕は果敢にね挑戦していきますので、ぜひ来年もよろしくお願いいたします。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。そして僕の新刊、はい、全裸でかチャーリー、よろしくお願いいたします。そして1月はですね、また一冊本が出ますので、ガチホラーです。そちらの方もよろしくお願いします。もうすぐねアナウンスさせていただきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さんごきげんよう、バイバイ。